問いただいてます。いや、まずまずこれよアメリカの食欲をそそらないタイプのお菓子、メジャーなお菓子を食べながらね、質問から。見たことないよ、こんな青いお菓子気持ち悪い。緑と青のお菓子を食べながらね、質問コーナーやっていきたいと思います。もう1問目、もう一番オーソドックスなのからいきましょう。行こうよ、指パッチン何回連続で鳴らせますか。どこがオーソドックスなの。やってみてください。じゃあ勝負しよう。私指パッチンできない。できないの。できない。そんな人いんの。できない、できない。いくよ、じゃあ。うん、右の方が弱めっていうね。21×2 だから42ぐらいじゃないの。本当に数えなくていいよ。限界まで一回やってみよう。右で。右で。右だけ。右弱いの。いくよ。あ、左の方が強い。左の方が強い。いくよ。いくよ。よーい、スタート。5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90、91、92、93、94、95、96、
報酬の数字が気になるのよ。ごめんね、材質違うのつけてごめんね。木と石つけんな一緒に。外しとこうか一応ね。やめとけ、そんな若手の3年目の数字じゃないのよ。そうな、大御所作家の数字なのよ。そう、鈴木治がつけてたのよこれ。呼び捨てすんなお前。やめてくださいよ、治って。芸能人なんかいいんだよ呼び捨てで。そんなことねえよお前。何でしょう。二十歳大学生。二十歳大学生。お二人はビール飲めますか。クソみたいな質問をして。私飲めますよ。俺も飲めます、ね、最近飲めるようになりました。あ、ほんと。うん、クラフトビールから入りましたね。あ、地ビール系からね、うん、クソ JD だったんで。はいはいはい、はい、ビールはあんま飲んでるイメージない、ね、ビール飲まなかった。ハイボールのイメージ。そう、ハイボール、やっぱご飯の邪魔しない酒が大好きで、はいはいはい、レモンサワーとハイボールですよやっぱり。なんかビール最初飲めなくてもさ、なんかビールとなんか割ったやつあるじゃん、いっぱい。あ、だからあれ飲んでたわ、あれなんだっけ、シャンディガフ。シャンディガフ飲んでた、うん、あ、シャンディガフとかだと飲みやすいね。あと好きだし名前、うん、ガフがね。そう、ガフの部分で猟犬がこう思い起こされる。あ、わかる、同じイメージ俺も。わかるでしょ。わかる、ブルドッグみたいなこうイボイボのやつの酒のイメージなのよ。シャンディガフ、ガフっていうガフっていう感じが思い出されるから、ね、だからシャンディガフ、はいはいはい、一番好きな酒なんだっけ西田。一番好きな酒、なんかさ、いつもさ、あの酒メインじゃない酒頼むよね。あー、ピーチなんちゃらなーなーだみたいなやつ。あー、まあそういうなんか気取ったやつがあるとこだとね。そう、フルーツとかなんかこう、うん、シュワシュワなんか違うものがいっぱい乗っかった、うん、ヨッシーアイランドみたいな。あー、まあまあまあ、まあ、酒頼むよね。確かにね、ヤシの実みたいな、はいはいはい、こう刺さって花火みたいな。あるわね、結構飲むね。私絶対そんなの頼まないんですよ、西田はいつも頼むっていうのは。なんか名前大体面白いじゃん、楽しいよね。だからその、うん、それをいい声でフルネームで読むっていうのが好きなの。シンプルに俺は。あと焼肉行った時も肉もさ、うん、いい声で読んで笑かそうとして一回も笑かしたことないよね。そうなのよ。さん聞き取りやすいだけ。上炭塩って言って一回笑い待ちするよね。笑い待ちする。するよね。バリ滑ってた大阪で。そう。大阪の焼肉屋でトライしてた、はいはい。じゃあ西田決めていいよって振って。じゃあ西田メニュー、はい。はい、まずは上タン塩。これは何人前ですか。2人前で。2人前、はい。上タン塩がつまんないのかな。他はミノ。2人前。2人前。味噌で。ミノ味噌で。マルチョ。笑ってんじゃねえか。笑ったらダメなんだよ。ああ、やっぱ腕上げてるわ。いや、そんなことねえよ。どんな理論で笑いに繋がると思って計算してる。違う違う、やっぱその店員さんなんてさ、うん、もう適当に頼む人しかいないわけじゃない。なんとかなんとかね。上タンとカルビと、うん、全部2人前でみたいなさ。あ、そういう嫌なお客さんも多いだろうしね。多いじゃない。やっぱ真摯に向き合って、うん、上タンしようって言うとその好感度も上がるしおもろいっていう、そのうわ、どっちも取りに行く、そういうとこあるんですよ。でも成功してないですから。まあまあ滑ってはいるんですけどね。結果としてね、好感度は上がってると願いたいですね。22歳学生。22歳学生。尊敬する人は誰ですか。かっこ西田のはいいですって。言わせろよ。私はでも山里さんですかね。俺のだよそれは。俺のだよそれは。俺のじゃねえよ。俺の山里さんだろ。私の方が現場で合ってるわ。高
ずんカツカさんの赤さんだ噴死するとこだったマジあのマリオのさ、うん、あの背景の山ぐらい赤いよねなんか反転とかに、はい、あるある。怖くなるからやめてそういうのは、はいはい、本当に次はあ、なんかねこういう系多いのよ。どういう系？17歳、やっぱ10代多いですね。10代にこんな下ネタ言ってんのに。17歳学生、ガランドのお二人は高校生の時どうやってテストのモチベ上げてました？あー聞かれるねよくさんもね。西田ですら勉強法聞かれるじゃん。聞かれる。でもさ正直学生時代優等生だったじゃんうちら。勉強できたよ俺割と。めちゃくちゃできたのよ。大学になってその要領でこなすようになっちゃってさ、まあまあまあ、当時は勉強楽しかったもん。まあ嫌いじゃなかったね。どうやってモチベ上げてましたか？だって勉強の、うん、モチベの上げ方考えたことないなあんまり。私の場合は私ともう一人、うん、例えばなんか同じぐらいの悪さしたとしても、うん、成績悪い子の方がめっちゃ叱られてたのね。おお、あるね、まあ、っていうのがあったの。おで大人ってやっぱこんなもんじゃんってやっぱちょっと思っちゃってそこで。でなんかやっぱその大人を言いまかすじゃないけど、うん、自分が好きなことやるためにも一個そのなんか資格もそうだけど、うん、なんかそういう肩書きになるじゃん学生時代。まあまあなるね。学歴とかね、そういうのはね。そうそうそう、学年のトップ5に常にいるって、はいはい、うちの高校とかずっと張り出されてたから名前。すごいね順位だから。ちょっと1位でも下がったらさやちゃんどうしたってみんな言うみたいな。それだわ。でもモチベ、ああ張り出されるということが張り出されてた。恥ずかしかったよね。ああ落ちるとね、うん、見せしめみたいだった。はいはいはい。あとはやっぱ先生によく思われたいっていうのは。ああまあまあね、やりやすいからね生活が。確かにな。貴様は？貴様っていうのはお前敵同士かお前。チンは壁のやっぱそういう。チンって言うなってお前。貴様はどうだった？天皇関係の人かお前。チンとかトゥーはどんな感じ？トゥーってなんだよ。トゥー、トゥーって何？トゥエレス。ああ、スペイン語ね。忘れてんじゃねえ。忘れ、泣くんだって6年な。こめかみ泣くんだって。こういう時さ、西田って小指立つのキモいよね。立つでしょ。わかるでしょ。わかるわ。なんか漫才の時に、うん、昔あの露出鏡でやった時に、ね、なんか西田が露出鏡で私に襲いかかってくるみたいな、うん、でそれまでこう壁に隠れてこう見てるみたいな前もやっててって言ったんだけど、うんうん、その時もずっと小指立ってこうやって見えて知ってたのよ。なんか露出鏡よりもこの小指何ってみんななってて大悟さんみたいな。まあそうそう、こんなウィッシュ感。まあ、だからその、桃地リスペクトなんじゃない？尊敬する人だから。桃地？嗣永桃子さん。嗣永桃子って言わなくね？ね、教育関係のお仕事にもついてらっしゃるらしいですね。いや、一番かっこいいからね、あの人が。いいさ、最高っすよね。最後こうやってね。そう、これで。降りてったから、ね、降りてったから。うちらハロプロ好きなのに意味わかんないよな。そう、意外と好きだよね、ハロプロね。OK。OK。これで終わりですか？これで一本。これで一本。これで一本。何の内容もなくないですか。まあでもこんなもんじゃない。こんな。